こんにちは、しまなみひよりです。3Dマーチウォーキングの様子をお送りします。全長20キロのコースはこんな感じになっています。岡村港から歩き始めて約2、3キロでしょうか。目の前に岡村大橋が見えてきます。岡村大橋に向かって今登っているんですよ。登っていきますよ。ここまで来ると少し足が重くなってきましたね。一生懸命登っていきます。岡村大橋はこんな感じ。とっても綺麗なアーチ橋ですね。潮が満ちているのでなんか海がね盛り上がって近いような感じがします。縁結びのご利益があるように鳴らしてみました。県境ってどこに書いてあるの？岡村大橋に向かって歩いていきます。もう広島県入ってしまったのか。橋の真ん中に愛媛県と広島県の県境があります。これもう広島県か。この橋を渡るとこって珍しいですよね。県境になっています。広島愛媛で広島呉市と今治市の差です。境です。川の瀬と大橋にやってきました。川の大橋を渡って広島県に入ると次は中の瀬と大橋が目の前に現れます。これもとても綺麗なアーチ橋の橋です。静かな瀬戸内の海にアーチ橋の綺麗な橋がよく似合います。中の瀬戸大橋の全員が出ています。本当にこの辺りはね静かないい島並みの風景を見せてくれています。そのそばにはみかんがなっています。次に見えてくる橋はとってもユニークな形をしています。この橋の部分はね東海橋という橋なんです。橋の欄干には石渡しの瀬戸と書いてますね。昔のすごい橋が渡ったのでしょうか。橋の全容が見えています。その次に見えるのが中の瀬戸大橋ですね。中の瀬戸大橋が正面に見えます。それから右に岡村大橋が見えてきます。この海岸沿いを御手洗の方へ向かってどんどん歩いていきます。途中で入り江になっているところを入り江の奥の方へ向かって歩いていって、それからまた海の方へ出てくるというようなコースになっています。まだだいぶありますか？1キロあるんだ。あとはい、広島でしょ。これこっちが入るんですか？じゃないの。歴史の街並みの方へ向かってこちらが街並みに入っていきます。レトロな街並みが広がっているそうです。歴史ある街並みが続いています。小綺麗なお店がたくさんありますね。
はい、はい、ありがとうございます。街並みを楽しむというふうにはいきません。一生懸命折り返し地点に向かって歩いていっています。こんにちは。街並みはとっても綺麗で、このケーキションレトロ感があっていいですよね。なんかドラマに出てきそうな感じがします。おしゃれなレストランも結構たくさんありますよ。折り返しのチェックポイントに到着です。はい、ここで少し休んで、いやどうもありがとうございました。ありがとうございました。時間は12時をちょっと過ぎた頃から帰りのルートに入ります。この時にですね、お日様がガンガンに差してきて、日差しがとっても強いんですよ。帰りは実は日差しとの勝負にもなります。疲れた体にこの日差しがですね、とってもきついんですよね。これが実は大敵でした。さあ戻っていきます。だから美味しいでガンスとか。そうでガンスよ。そうでガンスか。いやね、結構ね、暑くてね、汗が目に入るんですよね。足もだんだん疲れてきています。平ら峡を登っていきます。この頃はね、ちょっと休憩を取ろうと思って座ってしまうともう立ち上がれない、そんな感じがする。疲れが足に応えています。一歩前へ前へ向かって、フェリーの時間に間に合うように帰っていくしかありません。やがて岡村大橋の広島県と愛媛県の県境のところまでやってきます。それからずっと歩いて、残りあと2キロの標識も過ぎて、それから数百メーター行った時に事件が起きました。
救護をしていただくための車が横を通った時、目が合ってしまって車はすぐ止まってくれました。ありがたいと思いながら車に乗ってしまいましたよ。 18.2 キロ歩いたところで強制収容されました。救護の車に乗っています。なんかね、申し訳ない気持ちと残念な気持ち。アディショナルタイムにオンゴールで得点を入れられてしまった、そんな感じがする複雑な心境の中、岡村港に向かって救護の車は走ってくれました。スタッフの皆さん、ありがとうございます。なんか本当にとっても複雑な気持ちながらも、やっぱり車はいいなと思っています。エアコン効いてますしね、快適に岡村港まで送ってもらっています。今日の YouTube はリタイアの時だな。救護車はこんな感じです。本日は26,000歩、 18.8 キロ歩いていました。最後まで見ていただきありがとうございます。